これ、鹿児島のそれではストリートピアノプロジェクトのメンバーをご紹介させていただきます。お名前だけ言いますので、そちらで、手振るなり、赤ん兵するなり分かるように、していただきたいと思います。まず、ストリートピアノプロジェクトの、ボスであります。大坪徹。次は鹿児島の、シャンソン界のマドンナ博多美也子。鹿児島の、いろんなことするので、とりあえず、まあ、J-POP 風なそういう風な音楽をやる、プリンセス、博多俊介次に、俊介君と一緒に、クラーシャスという、ユニット名を組んで活動しています。飛騨かおり。他のメンバー、いつも、元気に活動を支えてくれてます。大坪元気くん。いつも素晴らしい、ビデオを撮影して残していただいてます。堀内さん、堀内昭人さん。ごめんなさい、名前が出てこない。大竹さん。大竹さん、どうもありがとうございます。それから、宮古労働からご参加いただいてます。急に言われてるから名前がすみません。土屋さんです。いつ言うと宮崎の後は、宮崎県は宮古の城を狙ってまして、その時に大きな力をいただけるんではないかなというふうに思っております。またよろしくお願いします。鹿児島は分かりましたっけ。司会の司会をやってくれています。とても明るくて元気な石木さん。石木近子さんですが、